はい、というわけで1着目のコーディネートはこのような形になっております。若草物語、今年緑が流行ってますよね。こんな感じのトレーナーにスカートを合わせてみました。こちらが590円、信じられますか。お花見のシーズンになると現れるタイプの女性をイメージしてみました。スニーカーで歩きやすいのでアクティブなお出かけの時にもおすすめなスタイルです。はい、こちらがワンルック目。そして2ルック目はこちらです。ニットのこちらのアウターが私的にはお気に入りです。上機嫌ですね。そしてこちらの服を着ているタイプの女性は、彼氏とのデートでお弁当を作ってくるときに漏れなく1回目はお母さんに作ってもらうしたたかさを兼ね備えたタイプの女性に多いファッションかなと思います。はい、3着目はこちらですね。すごくスッとしたズボンと上はトレーナーでカジュアルに決めています。彼女は職場ではすごくしっかりしてそうに見られますが、帰りはコンビニでスイーツをたくさん買って帰るタイプの、実はツンデレの可愛いタイプの女性だと思いますっていうのをテーマにやってみました。はい、そしてこちらのルックはですね、下は私物のパンツになるんですけども、上が自由のアイテムです。でこういうスタイルをしているタイプはだいたい24歳ぐらいにお金持ちの方と結婚してお料理を作るのが好きなタイプの女性です。家には可愛いミトンが置いてあります。そしてこちらのルックは緑のスカートに真っ白なトレーナーを合わせたものです。この手のタイプの女性はお家で飼っているのは犬でも猫でもカワウソでもなく鳥です。鳥派の人に多いファッションになっていると思います。はい、続いてのファッションは結構私がするのはかなりレアな感じなんですけども、こういう蛍光っぽいグリーンもなんか流行ってましたよね。で、こういうタイプの女性はキャットストリートを庭と呼ぶタイプの女性に多いかなと思います。だいたいクラスでもカースト上位にいるタイプに見られがちなファッションかなと思います。続いてのファッションですが、こちらはですね、高嶋ちさ子さんに憧れているバイオリニストをテーマに着てみました。これズボンなんですけど、下のズボンのプリーツさが上品さを演出し、そして上がドルマンというところにね、こちら二の腕の太さも気にならないのでおすすめなアイテムです。バイオリンもしくはフルートをやっているタイプの女性に多いのではないかなというファッションです。で、こちらはですね、はい、お待たせっていう感じで入ってきたんですけども、はい、こちらのタイプのファッションをしている方は多分旦那様がベンツのゲレンデに乗っておられて、結構イケイケな感じの奥様に多いファッションかなと思います。まあ、イケイケファッションっていうところなんですけども、私はこういうすごくシンプルなタイプのファッションは大好きです。はい、イケイケ夫婦ファッションでした。はい、そして次のファッションはですね、聞き上手な方が多いファッションとなっております。こんな感じでワンピースの上にさっき着たトレーナーを合わせてみました。島村や GU、ユニクロなどのチェックは欠かさず、上手にお得にコーディネートができる奥さんにしたらすごくしっかりしてそうなタイプの女性に多いファッションとなっています。はい、次はですね、20代前半は新橋あたりで飲み歩いていた、そういう女性のファッションになります。本当に本当に多いです。私もこんな感じでした。はい、っていうようなファッションですね。こちらも590円には見えないスカートにちょっとタイトめのスッとしたニットを合わせた形で、上品さも兼ね備えておりますが、まだ遊び足りない女性に見られるファッションです。そしてこちらのファッションはデザイン系の事務所に勤めている先輩にいるファッションです。仕事では厳しいけど姉御肌で落ち込んでいる時には声をかけて飲みに誘ってくれる、そんなタイプの先輩のファッションです。そしてこちらのファッションはザ・インスタグラマーをテーマに
コーディネートしてみました。こういう感じのインスタグラマーさんいますよね。多分私は見たことあるんですけども、そういう感じをイメージして作ってみました。中の白白で合わせる感じとか私すごく好きなので、こういう色の数が多くないシンプルなファッション大好きです。はい、そしてこちらはオフィスに絶対いますよねっていう先輩です。はい、でこちらはですね、本人は特に職場恋愛をするつもりはないけど、地味に同僚などから大変に人気があるタイプの、そういう女性です。一杯目はビールです。はい、そしてこちらもですね、オフィスっぽい格好だなと思ったんですけど、こちらは韓国系のアイドルなどが大好きな方に多い OL さんっていう感じですね。ちょっとドルマンとこの下のパンツの色味の感じがそういう感じかなと思って、私はコーディネートしてみました。オフの日は新大久保などに出かけることも多い、そういうタイプに多いんではないでしょうか。そしてこちらはですね、将来すごく肝っ玉母さんになるタイプの人に多く見られるファッションです。若い頃は結構それなりに遊んでいたのですが、子供ができたら運動会ですごく早起きしてお弁当を作ったりと、いいお母さんタイプになるタイプの女性に多いファッションかなと思います。彼女は家のハンドソープはイソップを使っています。で、白などどちらかというとケミカルよりオーガニックを愛しており、ご飯を食べに行くときもまずサラダから食べるタイプの女性に多いファッションです。個人的にはこういうスッとしたファッションする人を私すごく大好きです。誕生日にはぜひオーガニック系のアイテムのものを送ってあげてください。はい、そしてこちらのファッションは海外旅行が大好きな人がフライトに乗る前っていうのをテーマなので、これは結構私のフライトに乗る前のリアルっぽいファッションとなっています。はい、でも韓国などに旅行に行く日本人の方もこういうようなファッションの方は多いです。やっぱり街でよく歩くので歩きやすいナイキのエアマックスを好む傾向にあります。そしてこちらはですね、ショートパンツはフォーエバー21のもので、下のブーツはコーチの前回ニューヨークで買ったものなんですけども、上は若草物語のトレーナーです。 K-POP が好きなティーンに多いファッションです。はい、でこちらはですね、テーマは絶対ディズニーにいるよねです。ディズニーランドに行くと一人はいるというテーマのコーディネートです。やっぱり昼間はあったかいけど夜はアウターが欲しくなる、そういう時にちょうどいいファッションですよね。でこちらはですね、10代はスポッチャでよく遊んでいたタイプですね。そして大学になってからはサークルの仲間とよくスノボに行く、そういうタイプの方に多いファッションです。はい、というわけで後からボイスオーバーで入れている服のテーマは本当に根拠は全くありませんし、はい、そういう形となっております。今回は27点、お値段で言いますと39,000円ぐらいで、20通りのコーディネートというのをしてきました。なかなか私お洋服系の動画はそんなにたくさん撮らないんですけども、今回はやってみたくてスタジオを借りてやってみました。すごく楽しかったですね。で、あと言えるところはお値段が安いっていうのはあるんですけど、高いお洋服だと手入れに逆に手がかかるものはすごい多いんですけど、このグレーのパンツとかも洗濯しても全然シワにならないし、毎日着るものって手がかかるものだと着なくなっちゃうんですけど、すごくそういった面も工夫されているとこがすごく使いやすくて自由いいなと思ったので、また夏秋などなどなったらコーディネート考えていきたいかなと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた皆様次の動画でお会いしましょう。バイバイ。謎のイメージビデオ謎のイメージビデオでした。